食べ歩きはできないんですけれども、ぜひ感染対策徹底してお越しください。この後午前10時には設置作業がすべて完了してお客さんを迎える準備が整うということです。ここまで中継でお伝えしました。綾沢さん、いかがですか？いや、私仙台去年から来たんですけど、そうですね、去年に比べるとかなり迫力が増しているなというふうに感じましたね。数もそうですし、一つ一つのやっぱ思いがまたね違いますよね。この七夕祭りは来週の月曜日まで開催されます。中継でした。では気象情報お願いします。はい、まず現在の外の様子からご覧ください。青森市内は綺麗な青空が見ていますね。はい、今日この後もおおむね晴れそうです。で、最高気温が31度の予想です。変わってこちら盛岡は雲が広がっています。はい、この時間曇っていますが、この後は晴れ間も出てきそうです。最高気温は29度の予想。